どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はですね、品川駅周辺にいて、今日はですね傘さします。雨強いんで、本日はですね、ザ・プリンス桜タワー東京に、今回ね宿泊させていただこうと思っておりまして、まあ、今回ねそちらホテルレビューということで、まあ、今はねこんな感じでホテルのね、下ら辺にこんな感じでいるんですけども、見えるかな。でこれからね、もうね、4時ぐらいになっておりますので、もうチェックインできるかなっていうところですので、実際、これからね行ってみたいと思います。いやね、先ほどまで雨降ってなかったんですけどもね、引きがいいですね。はい。でさっきまで雨が降ってなかったのに、あいにくの今はね雨がポツポツ降り出して、さっきまで、ね、傘いらなかった、本当にすごい弱かったんですけど、今はねすごいまあまあ強くなってきて、今傘をさしている状況でございます。それでは行ってみましょう。でホテルがちょっとね見づらいんですけども、こんな感じです。こちらですね、プリンス桜タワーフォトグラフコレクションですね。それではね、無事にチェックインすることができました。今回は11階の部屋ということで行ってみたいと思います。部屋到着しました。今日ね今回は5122ですね。では入ってきました。どんな感じでしょうか。おー広いですね。今回は、1個ねアップグレードしていただけたっていうのをね、チェックインの際に伺っております。で部屋はこんな感じです。でデスクがあって、あとテレビですね、大きいですね、ソニー製が置いてあります。ここかな。で、ここが金庫ですね。でなんだっけ、グラス類がありますね。
しょ。でこっちはとったらチャージのケトルと、飲み物でコーヒー類はご自由にっていうことみたいですね。それ以外は有料です。あとこちらが有料のあれですね有料の飲み物ですね。これも取ったらチャージです。よいしょ。でコーヒーマシンはネスプレッソ U ですね。で水が2つと、これ前も出ましたね。これ何でしたっけね。確かね、充電コードとかですね。LAN ケーブルって書いてますね。モバイル、まあ、こういう充電の設備もついていると。まあ部屋はこんな感じですね。はい、はい、ぐるっと。いや広くていいですね。で机もあってソファーもあっていいですね。ではバスルーム行きましょうか。でこちらがクローゼットですね。うん、スリッパがちゃんと置いてあります。あとアイロンとアイロン台とはねがありますね。であと鏡と、こちらはトイレですね。こんな感じです。まあ、ちゃんとねウォシュレットとかね、中に手を洗うとこまでついてますね。でこちらがバスルームです。いや広いいや広いですね。よいしょ、こうかな。よいしょ、こちらバスルームです。ガウンがね2つあって、バスタオルとかねたくさん置いてありますね。でいいですね、私が好きなこのシャワーブース独立型、いいですよね。下がベタベタにならなくて。でこちらがバスルームです。あ、バスルームじゃない、こちらねバスタブありますねっていう感じですかね。でこちら、まあ、石鹸と、で2つ手洗うところがあります。でアメニティです。プリンス桜タワーはまだこういう風にアメニティが普通にプラスチックのボトルでねありますね。アッカパッカ合ってるんですかね、まあ、こういうブランドの、見えるかな、こういうブランドの、シャンプーとかねリンスとかがありますね。あと石鹸とかもねこれありますね。あとバスミルク、これは入浴剤ですかね。あとヘアバンドとか、まあ一通りのものは全部ありますね。体洗うタオルとかもねありますし、歯ブラシ、あとヒゲ剃りとヘアブラシ、2つずつありますね。いやー本当にさ、プリンス桜タワーのこのアメニティの多さはやっぱすごいですね。それではね今アメニティを取ってたらですね、客室の方が来てですね、こちらを持ってきていただきました。ちょっと傘が映っててすいません。こちらですね、こちらは、今回ね、ウェルカムギフトと、お水持ってきていただきました。ちょっとね今回は家族で来てますんで、まあ、飲み物はね、アルコールからソフトドリンクまであったんですけども、今回はねお水で、注文しました。でよいしょ。それではですね、今回は、東京タワーが見える部屋っていうことですんで、どうでしょうか、見えますでしょうか。ちょっと今カーテンを開けてますけども見えないですねあーでもうっすら見えるかな、ちょっと微妙ですね。このカメラだと肉眼だとですねうっすら雲に隠れて見えるんですけども、でもここね11階建ての11階なんで、とても11階建てじゃないですね、11階なんでとてもね見晴らしが良くて、
夜になったらちょっとある程度綺麗に見えるんじゃないでしょうか。いや、いいですね。それではですね、今回はですね、こちらの、プリンス桜タワーなんですけども、何のポイントだったかいな。ああ、そうそう。私の、まあ、今回は、私、すぐたまというポイントサイトをね、ちょっと初めて利用させていただいて、ちょっとね、それが結構高額な案件で、ここ2万、1万2000ポイントなんですよね。プリンスホテルポイントで宿泊することができるんですけども、まあ、そちらで今回はね、宿泊したという感じで、すぐたまのポイントサイトからポイントを貯めて、プリンスホテルに、交換して、無料でね、宿泊させていただいております。で、今回はですね、プリンスホテルのポイントで宿泊してるんですよね。ですけども、ここのプリンス桜タワーっていうホテルは、プリンスホテルとマリオットボンボイのホテル、ダブルネームのホテルなんですよね。なんで、両方のね、ステータスが使える。で、ちょっとね、私、プリンスホテルのステータスって持ってないんですけども、なんだっけ、マリオットボンボイの方ね、プラチナステータス今回私持ってますんで、今回ね、それを、結局、プリンスホテルのポイントで宿泊してるんですけども、マリオットボンボイのステータスが使えるっていうことで、今回は、ラウンジ等々もね、使って、していただけるのと、アップグレードもね、していただけたということで。で、もちろんね、朝食もプラチナステータスのね、特典でつきますし、なんだっけ、ラウンジもつり、もちろん利用できますし、アップグレードも受けられる。プラス、明日ね、レートチェックアウトも、ちょっとね、平日なんで、ちょっとね、ラッシュを下げて帰りたいので、3時まで、まあ一応ね、4時までのオファーは来たんですけども、3時で、チェックアウトしていきたいなっていうところですね。ではですね、こちらが、まあ、ルームキーで、こちらはクラブラウンジのアクセスキーですね。で、今回のプラチナサービス、プラチナ会員の特典として、クラブラウンジが先ほど利用できますって言いましたよね。で、これがすごいんですけども、まず、プラチナステータスからいきましょうか。プラチナステータスで、さらにサウナ、フロアバスっていうのがね、無料でこのホテルで利用できます。じゃあ朝17時から夜の11時まで利用できます。で、こちらはすごいんですよね。まあ、プリンス桜タワー自体にクラブラウンジっていうのはね、こちらであるんですよね。こういう感じで。朝6時半から、夜の、ね、9時半まで利用できて、で、さらにですね、隣が、グランドプリンスホテル高輪と、プリンスホテル高輪だったかな。ちょっと名前出しておきますね。合計3つプリンスタワー並んでるんですよね。このと、プリンス桜タワーを入れて。で、全てのラウンジが、このマリオットボンボイのプラチナステータスを持っていると、全部のね、ラウンジが利用できるということですので、これはすごいですよね。3つのラウンジがね、利用できる一つのプラチナステータスで、これはすごい特典だなと思いまして、ちょっとね、もしこのホテル利用する際はね、ぜひ皆さん、宿泊される際はね、で、プラチナステータス持ってる方は、ぜひ、3つのラウンジね、まあ、ラウンジホッピングみたいな感じでいきますんで、ぜひね、利用してみてはいかがでしょうかという感じですね。それではですね、今、ちょうど、3時半ぐらい、じゃあ4時過ぎぐらいなんですけども、せっかくランジがね、ちょっと、3箇所使えるということですんで、ちょっと実際に食べるかどうかはね、そんなにお腹が空いてないんであれなんですけども、まあこの時間帯はですね、多分ティータイムみたいな感じで、食べ物はね、大してスナックぐらいしかないと思うんですけども、ちょっとね、3つのラウンジ回っていきたいと思います。それではね、行ってみますかね。まさか3つのラウンジが使えると思ってなかったんで、ちょっと楽しみですね。それでは行ってみます。それではね、今ちょうどね、ラウンジに行く途中なども、このプリンス桜タワーの、なんですか、連絡通路、一応ね、グランドプリンスホテル高輪とかのね、この今、なんていうんですか、
渡り廊下じゃないですけど、まあ、外なんですけども、このちょうど庭みたいなところがねとても素敵で、今動画を撮っています。見えますかね、こんな感じで、すごい素敵で、池とかもあったりしてね、結構風情がある感じの中庭ですかねとなっております。それでは今からラウンジ行きたいと思います。
今ね、どこだっけ今地下1階に来てまして、今からね、スパ、大浴場があるみたいなんで、そちらね、サウナとかも完備しているみたいなんで、そちらね使わせていただきたいと思います。お風呂のね、大浴場の、受付もこちらとなっております。ここですね、フィットネスジムが受付となっておりますんで、ここで受付してカードをもらってください。それではね、上がりました。いやいいですね、大浴場みたいな感じで、サウナとかもねついておりますので、今日はねもう、ラウンジも利用させていただいて3箇所で、お風呂も入らせていただいたんで、今日はねこんな感じで寝たいと思います。おはようございます。一泊した朝でございます。でこれからね、今ね朝の7時半ぐらいで、これからね、朝食の方に行きたいと思います。ちょっとねこれピンポンってなったんですけど、多分ね、息子が押したんじゃないかと思います。それではね朝食会場に行きたいと思います。で朝食もね3箇所でいただけるということなんで、ちょっとできればね3箇所回ってみたいなと思います。
お待ちしております。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それではね、今午後の、2時半ぐらいなんですけども、そろそろねチェックアウトしていきたいと思います。いやー、本当に今回このプリンス桜タワーの滞在本当最高でしたね。最後に外を見ておきましょうか。今日はねまだ雨が降ってなくてこんな感じとなっております。でこれはね、iPhone11 Pro Max で撮っております。でこっちが、超広角バージョンってやつですね。いやこれすごいですよね。それではねチェックアウトいたしました。今回はねプリンス桜タワーですね、ザ・プリンス桜タワー東京に一泊宿泊させていただきました。またぜひここ利用させていただきたいなと思う次第ですね。今回ですね、冒頭にも言ったと思うんですけども、すぐたまというポイントサイトのポイントを、プリンスホテルのポイントで、交換してね、無料で宿泊させていただきました。いや無料宿泊でね、ここまでのサービスを受けられるっていうのはね、しかもマリオットボンボリの、ステータスもね反映できるということなんで、まあね、ゴールド会員だとラウンジとかね、は利用できないんですけども、ね、プラチナ会員の方はね、できます。もしよかったらぜひしてみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のチャンネルではですね、こんな感じで、マリオットボンボンのね、宿泊レビューとかね、もともとはね、ANA マイルを貯める、ANA マイルの貯め方とかね、あとクレジットカードお得情報、あとね私の大好きな街ニューヨークの紹介なんかもねしております。もしよかったらぜひ登録者、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。